紀州のドンファン殺人事件の容疑者として逮捕されている須藤早貴さんの公判が始まったようです。その紀州のドンファンさんは総資産がね30億ぐらいあって、これまでに交際した女性の人数がですね4000人ぐらいいるということで、まあとんでもないスケベおじさんなんですけど、55歳年下のねこの須藤早貴さんと結婚したんですよ。その入籍の条件がですね、毎月100万円渡すからということだったんですけど、この須藤さん実はですねホスト狂いだったみたいなんですね。あとはですねジャニーズとかそういうのも好きで、このドンファンさんのお金でですね、ジャニーズの誰だか忘れたんですけど、その人に対してですね探偵をつけてどこに住んでいるかを割り出して同じマンションに引っ越したりとかですね、そういうねどうしようもない女なんですね。でもうこれね結婚して3ヶ月後に起きてしまった事件なんですね。でドンファンさんは結婚式を挙げようとしてたんだけど、このサッキさんが頑なにそれを拒否していたと。まあ金持ちのおじいちゃんとね結婚して何やってんだとかそういうことを言われたくなかったのかもしれないですね。結婚してる事実は周りには黙ってたらしいんですね。でこのサッキさんは元 AV 女優なんかね4本ぐらい作品を撮ってギャラは38万とかだったらしいんで、ちょっとねこういう言い方あれだけど AV 女優の中ではこう格が下の方だったのかなっていう感じなんですけど、まあとりあえずねこの事件、須藤早貴さんの計画的な犯行だったんじゃないかっていうことが言われてるんですね。でその警察の挙げた証拠の中に事件の前にですね覚醒剤過剰摂取とかね完全犯罪とか、超怪しいねキーワードをねスマホでググってたらしいんですね。その履歴が出てきちゃってるんですよ。まあ本人は無罪主張してるんですけどね。しかもですねとんでもないことにこのサキさんですね、友人を含めた4人のグループチャット LINE グループみたいなの作ってるらしいんですけど、そのグルチャの名前がですね恋して商店何倍だっていうね、とんでもないタイトルのグループ LINE を作ってですね、まあ、友人の方とねこうやり取りをしてたらしいんですよ。それも証拠として出てきちゃってるみたいなんですね。その友人の方が供述調書を取ったりとかしてるんだと思うんですけど、でその LINE グループの中でどんなやり取りがされていたのかというと、なんか SNS の写真を消してくれとか、ホストクラブに入り浸っていたことをですね、専門学校1年生ぐらいの時期までだったということにしてとかね、でジャニーズのメンバーの家に遊びに行ったから、マスコミが嗅ぎ回ってるだけだとかね、そんなやり取りをしてたらしいんですよ。でこのドンファンさんからですね受け取った金額は、まあ、3000万ぐらいと言われてるんですけど、もうねその大半をねホストに使っちゃってるらしいんですよね。なんでホストに行く女ってさ、せっかくのさお金をさそういうとこに使うんだろうね。マジでアホだなと思いますけどね。まあ、ただねこのサキさんの犯行を裏付ける、証拠が出てないということで、弁護側はですね、まあ怪しいからやってるっていうことにはならないと、疑わしきは被告人の利益にとかさ、そういう主張してるみたいなんだけど、今後裁判はどうなっていくのでしょうか。僕は黒だと思いますけどね。ねえそんな殺してもいないのにさ完全犯罪とかさ、覚醒剤が死因になってることを裏付けるさ覚醒剤過剰摂取とかね、そういうワード事件前に調べたりとかしないでしょ、犯人じゃなかったらね。そしてこの事件が起きた後ですね、須藤早貴さんの AV はですねとても売れてるそうですまあこれに関してはね黒ですよね。俺は黒だと思ってます。皆さんはどのようにお考えでしょうか。僕裁判の傍聴とか行ったことなくてですね、こういう有名事件のね裁判とか見に行きたいなっていうふうに思ってるんですけど、まあ多分そんな時間もないかな。まあ新しい記事が出たらですね、また動画にしますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。お疲れ様でした。ちなみにね部屋をね明るくしてると猫ちゃんが騒ぎ出すんで、今ひっそりとですね暗闇で撮ってます。ということでした。ありがとうございました。